ごはんちゃん、勉強は進んでるだか？どうかな。なめくせに言ってる間、結局あんまり勉強さできなかったみてえだし、遅れた分を取り戻さねえと。でも、ちょっと詰め込みすぎちゃって、頭がパンクしちゃいそうだよ。しょうがねえな。まあ気分転換も必要かもしんねえし、ちょっとくらいなら息抜きに出かけてもいいべ。それじゃ、ちょっと出かけてくるね。あまり遅くなるでねえぞ、ごはんちゃん。ありがとうございます。それじゃやってみよう。行こうかな。
にはいつも心配かけちゃってるな。ごはんちゃん、気分転換はできただか？よし、じゃあしっかり勉強して悟空さが帰ってきたとき驚かせてやんねえとな。うん、そうだね。早く帰ってこないかな、お父さん。
フリーザとの戦いからおよそ1年半余りの時が過ぎた。孫悟空は未だ地球には戻ってきていなかったが、地球には平穏な時間が流れていた。しかしその平穏も今破られようとしていた。地球に近づく邪悪な気配によって。みんな集まってた。クリリンさん、気づいてますか？フリーザともう一つのフリーザによく似た大きな木に。ああ、そりゃな、気づかないわけないだろう。こんなにでかい派手な木に。大変なことになったな。フリーザなのか？ああ、そうらしい。貴様ら、喋ってる前にさっさと戦闘力を消せ、マヌケめ。奴らはスカウターを持っているんだ。あのナメック星人はとっくにそうしている。さすがだ。ピッコロ、来たぞ。あっちに降りた。間違いない。フリーザだ。生きていた。やっぱり。フリーザの他にもう一人嫌がる。いいか貴様ら、飛ぶんじゃないぞ。スカウターで探られんように歩いて近づくんだ。お前たち、あんな強い気を持つ奴と戦っていたのか。冗談じゃないぜ。近づいていってどうしようってんだ。だったらどうする。ここで腐ってるか。好きにしろ。どうしようもないのはみんな知ってるんだ。はっきり言ってやろうか。これで地球は終わりだ。どうしてこんなことに。どうしてあのフリーザが生き延びてたんだ。どうしてあのフリーザが生き延びてたんだ。よくあんなとてつもない木のやつと戦えたな。この野郎、なぜとどめを刺さなかった。また奴と戦うことになるとはな。僕たちどうなるんでしょう。フリーザってのはあんなにとんでもない木なのか。フリーザってのを見に来たのよ。ナメック星の時だって見たことなかったんだから。フリーザは死んだはずじゃ。近づけば近づくほど空気が重くなってきやがる。そろそろ奴らの宇宙船だ。準備はいいな。悪くない星だ。その孫悟空とかいうスーパーサイヤ人がここに戻るまで計算ではあと3時間待つのか、フリーザ。もちろんだよパパ。だけどあいつが来た時悔しがらせてやりたいから、地球人を皆殺しにしてやるんだ。地球人などはどうでもいいが、スーパーサイヤ人だけは必ず息の根を止めねばならん。どんな手段を使ってもだ。何か用でもあるのか。
地球人。お前たちを殺しに来た。フリーザ一刀両断。未来から来た謎の少年。殺しに来たって？僕たちを？片付けろ。はっ。ほほう、なかなかやるじゃないか。初めから全力でかかってくるんだな。僕は孫悟空さんのように甘くはない。孫悟空、なるほど、貴様もあいつの仲間か。会ったことはない、知っているだけだ。やれやれ、貴様が部下を殺してしまったおかげでこのフリーザ自らが働かなきゃならないよ。誤算だったな。なーに、貴様や地球のゴミどもを大掃除するくらい僕ならあっという間にやってみせるさ。そうじゃない、僕が言ったお前の誤算とは、スーパーサイヤ人は孫悟空さん一人じゃない、ここにもいたということだ。はあ、くたばれ。くたばるのはそっちだ。はっ、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 そんな姿にまでなりはてて、よくおめおめと地球まで来られたもんだ。わざわざ殺されるためにお前たちは一瞬で僕に殺される。分かっているんだ。甘いぞ。行きます。さあ、トンチェット。どうした、力を出し惜しんでる場合じゃないぞ。あっ、チェット。これで終わりか。来ます。あったスーパーサイヤ人め。フリーザー！バカな。何が起こってんだ。行ってみるしかあるまい。フリーザを、あっという間に。ねえ、さっきのは孫君じゃないの？信じられん。あの強さは俺の想像の域を超えている。悟空じゃないとしたら誰なんだ。あのフリーザを一瞬で。信じられん。スーパーサイヤ人だと？そんなバカな。
人ですよね。気を抜くなよ。何やってくるかわからないからな。これから孫悟空さんを出迎えに行きます。一緒に行きませんか。なんでお父さんのこと。このすぐ近くですから、僕についてきてください。どうする。僕はあの人について行ってみます。行ってやるか。奴の正体を暴いてやる。悪い人には見えないけど。得体は知れないけど悪いやつじゃなさそうだな。僕もそう思います。あいつ孫悟空とは宇宙のどこかの星で知り合ったのかもしれんな。でもずいぶん地球に馴染んでるみたいだけど。まああいつの言う通り、孫が帰ってくれば少しは謎が解けるだろうな。あいつ孫悟空とは宇宙のどこかの星で知り合ったのかもしれんな。でもまあいつの言う通り孫が。あの野郎、さっきから俺をジロジロ見やがって何を考えてやがる。気に入らない野郎だ。あのどうしてお父さんのこと知ってるんですか。実は僕も話で聞いたことがあるだけで会ったことはないんです。え、そうなんですか。ねえ、なんで孫くんが戻ってくる時間が分かってるわけ。それはすみません、言えないんです。フリーザを倒した時あなたはスーパーサイヤ人でしたよね。あれってどうやって。すみません、なぜなれるのかは言えません。名前は？それもちょっと。それも言えないの？それじゃあ年は？年は17です。年齢は言えるんだ。すみません、年齢以外はちょっと言えないんです。ふーん、まあいいわ。地球を救ってくれたことには変わりないんだし。孫悟空さんが到着するまであと3時間近くあります。もう少し待っててください。そろそろ到着するはずです。ことが分かったんだ。この子がここに帰ってくるって教えてくれたの。誰だ。この子知らないって。全然。ああ、全然知らねえ。それにしてもフリーザたち倒したのは誰だ。すんげえ気だったな。フリーザたちもそいつがやったんだ。スーパーサイヤ人になってあっという間にな。スーパーサイヤ人に。孫さん、実はお話があります。二人だけで。オラと。そりゃいいけんど。なんだよ、俺たちには内緒ってわけか。悪いな。みんなちょっと待っててくれ。とにかくあいつんとこ行かねえとな。あいつもスーパーサイヤ人になれるって言ってたな。さて、話聞かせてもらおうかな。
孫さんは自分の意志でスーパーサイヤ人になることができますか？おう、最初はダメだったが、今コントロールできるようになった。今ここでなっていただけませんか？お願いします。わかった。これでいいのか？で、どうするんだ？じゃあ、僕もスーパーサイヤ人に。僕と戦ってください。本気でいきます。わかった。そっくりだな。僕も驚いています。僕もフリーザーを圧倒できたのですが。おめえが本気じゃねえかさ。さすがです、悟空さん。おめえもやるぜ。これならフリーザを倒せるわけだ。本当はあなたがフリーザを倒すはずだったんです。はずだったってな、どういうこと？あなたが地球にもっと早く帰ってきていれば。ですが、無理だったようですね。そうでもねえさ。瞬間移動ってやつを教えてもらったからな。瞬間移動？とか、無意味に歴史を変えてしまったかもしれない。歴史を変えた？さすがです。噂は本当でした。いや、それ以上です。あなたには全てをお話しします。これからお話しすることは全てあなたの心の中にしまっておいてください。わかった。安心して喋ってくれ。ほら、口の家庭法だ。この時代のあなたたちには信じられないかもしれませんが、僕は約20年後の未来からタイムマシンに乗ってやってきたんです。未来から？20年後の？名前はトランクス。あそこにいるベジータさんの息子です。ベジータも？似てる。そういや、似てるや。今から2年半後に僕は生まれるんです。でも、そんな話をしに来たわけじゃありません。ぜひあなたに知っておいてほしい重大なことが。ああ。今のこの時代から3年後、5月12日午前10時頃、南の都の南西9キロ地点にある島に、凄まじいパワーを持った恐ろしい2人組が現れます。何者だ？宇宙人なんか？いえ、この地球で生み出された人造人間というやつです。作り上げたのは元レッドリボン軍のマッドサイエンティスト、ドクターゲロ。レッドリボン軍？そうです。軍そのものはあなたがその昔叩き潰したらしいですが。ああ、オラがガキの頃にな。あん時一番悪いやつも倒したから、てっきり全部なくなったもんだと思ってた。それが残念なことにドクターゲロは生き残り、研究を続けていたんです。何のためだ？
例によって世界征服が目的か？よくは分かりませんが、少なくともドクターゲロの狙いはそうだったと思います。しかし究極の殺人マシンとして作られた二人の人造人間は生みの親のドクターゲロを殺してしまった。つまりただ殺戮と破壊だけを楽しみとする人造人間だけが残ってしまったんです。相手は二人、一対一でも僕は逃げるのがやっとでした。待てよ、おめえの味方いません。20年後に戦士は僕一人しか残っていないんです。3年後の戦いであそこにいる父もクリリンさんもピッコロさんも他の皆さんも殺されてしまったんです。かろうじて逃げ延びたゴハンさんも僕に戦いを教えてくれた後、4年前にあなたも知っておられるようにピッコロさんが死んでドラゴンボールもなくなってしまい、誰も生き返ることができなくなってしまったんです。年月をかけ楽しみながら命を奪っていく人造人間のせいで未来の世界は地獄のようなものです。強すぎる、強すぎるんですよ奴らは。待てよ、オラもやられちまったんか？あなたは戦ってない。今から間もなくウイルス性の心臓病に侵されて死んでしまうんです。え、めったな、先祖も病気には効かねんか。くそー、死んじまんか。悔しいな、叩けてよそいつらと。戦えないのが残念なんですか？恐怖はないのですか？そりゃ怖えけんどよ、すげえ強えやつらなんだろ。やってみてよな。なるほど、あなたはやはり本物のサイヤ人の戦士だ。症状が現れたらこれを飲んでください。約20年後には特効薬があるんです。この薬であなたは死なずに済みます。本当か？やった、サンキュー。本当はこういうことはまずいんです。歴史を変えてしまうことになって。ですがあんな歴史なら、母さんもあなたなら必ず何とかしてくださると信じて、やっとタイムマシンを完成させてくれたんです。おめえの母ちゃん、オラのこと知ってんか？はい、よく。そういや、さっきタイムマシン作ったって言って、オラの知ってるやつでそんなことできんのは、まさかその母ちゃんって。はい、あそこにいる。どさー、ブルマが、今のが一番驚いた。あいつ絶対ヤムチャとくっつくと思ってたに、よりによってあのベジータと。わかんねえな。あのこのことは特に絶対に内緒にしておいてくださいね。下手をすると僕は存在そのものがなくなってしまって。わかった。では僕はそろそろ元の時代に帰ります。早く母さんを安心させてあげたいし。また会えか？タイムマシンの往復分のエネルギーを得るにはかなりの時間が必要なんですが、もし生きていられたら必ず応援に来ます。3年後に。生きろよ、いい目標ができた。こっちもそのつもりで3年間たっぷりと修行するさ。って困ったな。みんなにはどうやって言ったら。
おい悟空、あいつ飛んでったみたいだけど、どこに行っちまったんだ？自分の家に帰ったかな。自分の家？あいつ結局何者だったんだ？おい、今はそれよりも話すべき重大なことがあるんじゃないか。え？貴様が話しにくいのなら俺から言ってやる。俺の聴覚は貴様らと出来が違うんだ。心配するな。奴の存在を消すような余計なことだけは言わん。ろくな修行もせずに殺されたんじゃたまらんからな、俺たちも。殺される？どういうことだ？告げられた衝撃の未来、人造人間を迎え撃て。ピッコロはトランクスのことだけはうまく謎のままにし、全てを皆に話した。さすがに誰もがショックの色を隠せなかったようだが、3年後に現れるという恐ろしい2体の人造人間、歴史に逆らい、その殺人マシンとの戦いに生き残るべく、それぞれが厳しい修行をする決意でいた。人造人間か。まさかレッドリボン軍の名前を今になって聞くなんてな。しかし奴が未来から来ていたとは。オラも驚いたけど、でもあいつは信じていいと思う。カカロット、教えろ。貴様ナメック星でどうやって生き残った？そうだ、俺たちずっと心配してたんだぞ。オラもあん時ダメかと思ったんだけど、最後の最後で運よくタマッコロみてえな宇宙船見つけてよ。そうか、ギニュー特戦隊、やつらの乗ってきた船だ。そいつ乗って脱出したら勝手にヤードラットっちゅう星に着いちまった。ギニューたちはヤードラットを攻めていた。そこに着くようインプットされていたんだ。なるほど、その妙な服はヤードラット人のものか。仲良くなってさ、もらったんだ。オラのはボロボロだったし。貴様のことだ。ヤードラットに行ってただ帰っては来るまい。奴らは力はないが不思議な術を使う。そいつを習っていやがったな。へへ、あったり。時間がなくて教えてもらった技一つだけだけど、瞬間移動っちゅうやつができるようになったぞ。瞬間移動？つっても移動するには場所じゃなくて人の気を感じ取る必要があるんだ。つまり知ったやつのいねえ場所とか行けねえ。そこがちょっと欠点かな。いや十分だろう。あんた今やもう何でもありね。よし、ではみんな3年後に現地で集合しよう。3年後のいつどこへ行けばいいんだ？3年後の5月12日午前10時頃、南の都の南西9キロ地点にある島だ。1時間前午前9時にでもその島に着けばよかろう。言っておくが、自信のない奴は来るな。足手まといになるようなものにいられちゃかなわんからな。カカロット、スーパーサイヤ人になったからっていい気になるな。この俺はそのうち必ず貴様を叩きのめしてみせる。サイヤ人ナンバーワンは俺だってことを忘れるな。あ、じゃあ3年後のその場所で。本当に自信のあるもんだけで構わねえかな。よし、俺たちも行くとすっか。そうだピッコロ、オラとご飯と一緒に修行しねえか。組手とかやりてえし。ふん、いいだろう、望むところだ。やった、ピッコロさんと一緒に修行できるんですね。そんじゃみんな3年後にまた会おうな。おう。ねえお父さん、一度うちに帰るでしょ。お母さんが待ってるよ。そうだな、父に顔見しとかなきゃいけねえだろうな。ピッコロ、まずオランチ寄っていいか。
構わんが、あまり時間をかけるなよ。僕は天さんの修行を助ける。俺も戦う。その人造人間を相手にどこまで戦えるか、自分の可能性を試したい。帰ってきてくれて嬉しいよ、悟空。オラもクリリンが生き返ってくれてよかったぞ。あ、ありがとうな。本当にお前のおかげだよ、親友。ねえねえ、人造人間を作ったドクターゲロってのを今のうちにやっつけちゃうってのはどう？悪い。正直言ってオラ、その人造人間と戦えて。それに今まだ何も作ってねえのにやっつけるっちゅんは。あんたね。ヤムちゃん、おめえも一緒に修行しねえか？俺は遠慮するよ。正直言ってお前たちの修行にはついていけそうもない。大変なことになりましたね。なんか嫌だな。さっさと片付けちまうか。の修行か。ワクワクしてきたぞ。俺は手加減せんぞ。ピッコロさんは厳しいですよ。あ、楽しみだ。修行に使ってそうな滝だな。
いらっしゃい。毎度。こんにちは。それでは。いろいろあるよ。毎度。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
父、今帰ったぞ。ただいま、母さん。悟空さん、本物の悟空さんなのけ。当たり前じゃねえか。おめえも元気そうだ。まったく、一年以上もどこをほっつき歩いてただ。そんな妙竹林な格好して、それにご飯ちゃんまでそんな格好で。いや話すと長くなるんだけどさ。はあ、3年後に人造人間が来るからご飯ちゃんを修行させてけれって。まあいいだろ。いい加減にしてけれ。冗談じゃねえ。悟空さ、どこまでご飯ちゃんの勉強の邪魔したら気が済むだよ。勉強もわかっが、3年後には地球そのもんがやばくなるかもしんねえんだ。ダメだダメだ、何と言おうと許さねえ。じゃあおめえは地球の未来よりご飯の勉強の方が大事だって言うんか。当たりめえだ。ご飯ちゃんの勉強の方が大事に決まってるだよ。さすがにそりゃねえだろ。な、頼むよ。仕方ねえだ、これが最後だべ。父、だけど3年経ったら絶対憲法をやめさすからな。本当にすまねえ、父。スーパーサイヤ人にも弱点があったか。よし、そんじゃ修行に行くとすっか。悟空、悟空よ、聞こえるか。ん、この声、神様か。うん、よく聞こえんぞ。久しぶりだな。よくぞ地球に帰ってきたな。待っていたぞ。早速で悪いのだが、お前に大事な話がある。神殿に来てもらえるか。え、今じゃねえとダメか。ほら、これから修行が。皆にとっても大事な話なのだ。みんなに、わかった。今からそっち行くよ、カミさん。うん、待っているぞ。ピッコロ、ごはん、悪いけど、俺は神様んとこ行かなきゃなんねんだ。おめたち、どうする？何？神だと？俺は奴のところになど行くつもりはない。そっか。じゃあ、おめたち先に修行しててくれ。わ、はい、お父さん。でも、お父さん、場所ってわかるの？ピッコロとご飯の木探れば、なんとなく場所はわかっさ。大丈夫かな。そら、行った行った。オラがそっち行くまでピッコロとしっかり修行してんだぞ。任せておけ、久しぶりにしごいてやる。そんな。神様の大事な話か、なんだろうな。大事な話か、なんだろうな。よし、見えてきた。神様、なんか妙な感じだったな。へへ、木が見せてくるのがわかんな。こりゃすげえ木の塊だ。へへ、木が見せてくるのがわかんな。こりゃすげえ木の塊だ。
この鈴なんか見覚えがあるんだよな。神様に会う前にカリン様からもらったやつかな。ポポも久しぶりだ。待っていたぞ孫悟空。で、一体何の用だ。ドラゴンボールについて話があってな。調子でも悪いんか。いや、私の死、私の存在そのものが消える、その時が迫っている予感がするのだ。な、あくまで予感だ。そこまで深く考える必要はないかもしれぬが。もう、わかった。予感なら外れっかもしんねえしな。だが、もしもの時を考え、願いは今のうちに叶えておくのだ。よく考えて使わねえとな。分かったよ神様。もっとそろそろ戻らねえとな。ピッコロたちはあっちか。やじろべ。オラを呼んだっちゅうことは、なんか用でもあるんか。そういうこと、頼みがあるんだぎゃ。なんだ頼みって。先祖だわ先祖。カリン様がまた育てるってよ。それにゃ肥料とか必要でよ。それ集めんのおみやさんに頼もうと思ってよ。ならおめえが集めに行けばいいじゃねえか。俺は忙しいの。どう見ても暇そうじゃねえか。うるせえ。どうせ先祖はおみやさんたちが使うんでしょう。自分で探してくるのが当然でしょうよ。それもそうか。相変わらず軽いやつ。よし。じゃあ詳しく説明するでよ。てなわけで、今説明したやつが必要な肥料だぎゃ。肥料は聖地カリンにあるでよ。場所も地図に印つけといてやったでね。この塔をずっと下に降りていきゃたどり着くでよ。肥料集めよろしく頼むわ。わかった、行ってくぞ。おい、カリン寝てんかな。ヤジロベのやつ、いつもここで何やってんだろうな。こりゃ調整水か。カリン様からこれを奪い取る修行したけんど、すんげえ苦労したんだった。
ああ見えて矢次郎兵衛のやつ刀は凄腕なんだよな。初めて会った時魔物をバッサリ切っちまったしな。修行すりゃもっと強くなるんだけどなあいつ。たまにゃ先祖で世話になってっかんな。たまにゃオラも手伝わねえとな。へへん。やじろべのやついつもここで何やってんだろうな。修行って感じでもねえしな。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。ああ見えて矢次郎兵衛のやつ刀は凄腕なんだよな。修行すりゃもっと強くなるんだけどなあいつ。いやいやいこいつは、うおこりゃ絶対うめえぞ。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。あ、一緒やった。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 嫌がんな。さっさと片付けちゃう。こりゃすんげえいいリンゴだぞ。
なんかいるな。おめえ、やるなら相手になるぞ。なるほど、ヤジロベのやつ、これが嫌で頼んできたんだな。ま、いい運動になったからいっか。あったあった。取ってきたぞ。やってくれると信じてたでよ。ちょっと待ってろな。頼まれとったやつ取ってきたんだわ。バカモン、それは悟空が取ってきたんじゃろうが。楽ばかりしようとしようってからに。おい、寝てたんじゃ。瞑想しておっただけじゃ。まったく、お主には一度ガツンと反省させねばな。どんな仕置きをするべきかの。そりゃあにゃあわ。ともあれ、ご苦労じゃったな、悟空。また先祖が育ったら分けてやろう。お、頼んだ、神様。遅くなっちまった。ピッコロたちんとこへ急がねえとな。なんか嫌だな。さっさと片付けちまうか。ワクワクするぞ。Yeah!
こう。もう締めか。ごはんもすっかりピッコロに懐いてるし、あいつらいい師弟コンビだな。あ、お父さん。わりわり。さて修行始めっか。おし、それじゃ二人まとめてかかってこい。二人まとめてだと？なめられたものだな。ごはん、本気でやるぞ。やつに一泡吹かせるつもりで思いっきりやれ。はい。お前たちの力見せてもらうぞ。いいぞ。やるじゃねえかおめえら。まだまだ行くぞ。どうした？そんなもんか。言うな、ごはん。俺もお前も強くなっているんだ。帰ってきたわけではないようだ。そういうお姉たちもさすがお父さんだ。しかしあのフリーザを倒しただけのことはあります。それはどうか。あいつは楽しみだ。ジャン
僕も頑張らなきゃ。ごはん、おめえ強くなったな。そうかな。ガキの頃からあのベジータやフリーザを相手に戦ってきたんだ。強くもなるだろう。だな。ここにいるとピッコロさんと修行してた時のこと思い出しますね。ふん、お前がメソメソ泣いてたことか。そんな。そうか、おめえたちオラが死んじまってた時ここで修行してたんだな。うん、ピッコロさん厳しくて使えんガキには用はなかったからな。まあ少しは使える程度にしてやったが。すまねえなピッコロ、おかげでご飯もここまで腕上げることができた。もしかしたらあっちゅう間にオラたちよか強くなっちまうかもしんねえな。お父さんたちを超えるだなんて。ふん、それくらい強くなってもらわなければ困る。今度オラもしっかり修行つけてやっかんな。3年後みんな驚かせてやろうぜ。ご飯は、はい。そういえば他のみんなはどんな修行してるんだろう。ベジータの野郎は相変わらず一人で生きがっていたようだな。なに、ベジータなら大丈夫だ。奴が修行したという重力をコントロールできるトレーニングルーム、あれさえあればあんなものを作れるのはあの女の親父だけだ。どこにいやがる。あの女の親父はどこだ。これは悪くない。ここにいたか。なんじゃ、何か用かね。前に頼んでいたトレーニングルームの件はどうなっている。大体の組み立ては終わっているんだが、あと少し材料が足りなくてな。材料だと。そりゃあお前さんのパワーに耐えられるものなんだぞ。生半可な強度で作るわけにはいくまい。回りくどい話はやめろ。必要な材料を持ってくれば作れるんだろうな。ま、そういうことだよ。集めてきてほしいのはね、と必要なものは以上だね。ちっ、それを集めりゃいいんだな。見てろよカカロット、貴様以上のトレーニングをして俺は必ずスーパーサイヤ人になってやる。
この俺がカカロットの野郎を倒すまでは何でも利用してやる。ザコどもだ。スーパーサイヤ人になるだけじゃないぞカカロット。俺は貴様以上の強さを持った最強のスーパーサイヤ人になる。今のありさまは俺にとって何よりの屈辱だ。強くなるなら何だってやってやる。この星の原住民か。いいもん拾ってんじゃねえか。命が惜しけりゃそいつを渡してもらおうか。なんだ貴様らは。フリーザ軍の残党か。お前ベジータか。なんでこんなところに。そうか、お前もフリーザ軍が滅んで金目のものを奪いにこんな星まで来たんだな。だがこの星は俺が先に目をつけたんだ。分け前は渡さねえぞ。バカか、俺は今機嫌が悪いんだ。消えやがれ。
よはっ、無駄な時間を使わせやがって。取ってきたぞ。これで文句はないだろう。材料さえあれば大して時間はかからんから、ちょっと待ってなさい。さあできたぞ。カカロットのやつは100倍の重力で修行をした。ならば俺は300倍の重力で修行してやる。作ったわしが言うのもなんだが、むちゃくちゃだぞ。ベジータ君の体重が60キロだとしたら18トンにもなるんだぞい。たかがやつの3倍だ。俺にできないはずがない。ベジータのやつ300倍の重力でトレーニングするなんて言ってたらしいけど、何考えてんのかしら。くっそー。ちょっとベジータ、何してんのよ。黙れ。俺のことは放っておけ。あ、そう。じゃあ好きにすれば。なぜだ、なぜ俺は奴に勝てない。俺はサイヤ人の王子なんだぞ。まったく、バカな奴なんだから。くっ、呆れた。あんたずっと修行続けてたの。その様子じゃまだまだお先真っ暗といったところみたいね。いっそ孫君に聞いてみたら、スーパーサイヤ人になる方法を。そんなことをするくらいなら死んだ方がマシだ。じゃあ死んでみる。なんだと。トレーニング用のシミュレーターにあんた向きの相手を用意しておいたわ。勝てるかしらね。ふざけるなよ女。俺を誰だと思っていやがる。サイヤ人の王子ベジータ様なんでしょ。決まりね。健闘を祈ってるわ。あと、あんたもブルマっていう私の名前くらいいい加減覚えなさいよ。私を誰だと思ってんの。あの女。ここはカカロットと戦った荒野か。ということは、な、何？相手はカカロットでなく俺だと。喜ぶがいい。貴様のような出来損ないが超エリートに遊んでもらえるんだからな。あの女、ふざけやがって。努力だけではどうやっても越えられぬ壁を見せてやる。俺は越える。カカロット、そしてこのムカつく俺を。今のが限界だとしたらどんな期待はないだろう。邪魔だな。ヤリックホー、ヤリックホー、はっ、ヤリックホーか。はっ、はっ、はっ、はっ！
ろう。それとももう使い果たしたか。奇跡やるぜ。俺はまだ力を出し切ってなどいない。ありがとう。ふっやっほっかほやっほっかやっほっかだけの俺などぶっ倒してな。あら、物足りなかったみたいね。貴様、ムカつくもんを作りやがって。冗談よ。いやね、もっとだ。え、お前が言った通り物足りんと言っている。もっと強い相手を用意しろ。ちょっと何を偉そうに。俺が強くなって3年後に人造人間どもをぶっ倒してやる。それで文句はなかろう、ブルマ。わかったわよ、もう。あら、今私初めてブルマって名前で呼ばれたんじゃない。俺はカカロットを超えるぞ。見ていろ、カカロット。俺がナンバーワンだ。今帰ったぞ、父。ただいま。いや、今日もいい汗かいたな。悟空さん、ちょっとええだか。どうした父、おら腹減っちまって。腹が減っちまってじゃねえだ、おらは腹が立ってるだ。たまには隣山のご主人さん見習って車で買い物にぐらい連れてってけろ。だってうちにはそんな車もねえし、大地おら免許なんて持ってねえぞ。だったら免許取りに行けばいいだ。今時免許の一つも持ってねえのは悟空さくらいのもんだ。ピッコロも持ってねえぞ。俺がそんなもの持つか。だったら二人で教習所に通うだ。これも一般常識の修行のうちだ。二人とも修行好きだし
当然断れないべ。え？なぜ俺まで？次の日、父の叱責を受けた悟空とピッコロは自動車の免許を取るため、渋々教習所に向かうことになった。はい、それでは教習を始めましょうね。こうなってしまった以上は仕方がない。孫悟空、たとえ車の運転だろうが貴様には負けんぞ。よし、わかった。これも修行だ。オラも本気でやってみっか。そんなに気合を入れなくてもいいんですけど。大丈夫かの。安全運転で頼むよ。さて、見てやってみっか。安全運転でいいんじゃよ。こいつは気持ちいいや。これならいけんじゃねえか。もうちょっと早く行けそうだな。ヒヤホー。ちょっと早く行けそうだな。安全運転で頼むぞ。ヒヤホー。わわわわ。もうちょっと早く行けそうだな。安全運転で頼むぞ。わわわわ。ヒヤホー。行けんじゃねえか。安全運転で頼むぞ。もうちょっと早く行けそうだな。こいつは気持ちいいや。わわわわ。行けんじゃねえか。安全運転で頼むぞ。こいつは気持ちいいや。わわわわわ。よし、いい感じだ。安全運転でいいんじゃよ。こいつは気持ちいいや。わわわわ。もうちょっと早く行けそうだな。これなら行けんじゃねえか。どんなもんで。よし、オラの勝ちだな、ピクロ。なんですかこの二人は。もう一度勝負だ、ソン。ちょっと待ってください。免許は勝負じゃありません。安全に車を運転するためのものです。そんなことはどうでもいい。俺は孫に負けたことが気に食わんのだ。へへ、オラもようやく慣れてきたとこだ。ピッコロ、次はお手芸本気の勝負だな。なんじゃと。望むところだ。行くぞ、ソン。はい、クロ。うわあ。帰ったぞ、父。悟空さん、どうだっただ。へへ。
そりゃもうバッチリピッコロに勝ったぞ。ち勝ったよくわからねえが、それじゃあ免許は悟空さが取れたのけ。それがさ、なんだかよくわかんねえんだけどさ、先生がオラたちの運転にビビっちまったみてえでよ、免許はやるからもう来ないでくださいってさ。ふん、それって半分投げ出されたんじゃ。まあとにかく免許は取れただな。おう、よかっただ。これであとは車を買えば念願の家族ドライブが。でもさ、オラたち車とかいろいろぶっ壊しちまったから、後からお金払ってもらうって言ってたぞ。え、オラお金のことよくわかんねえからさ、後のことよろしくな、父。な、よし、そんじゃオラたちは修行に戻っか。なあ、お母さん。おい父、大丈夫か。いろいろあったけんど、悟空さんもやっと免許を取れたし、あとは車が欲しいだな、悟空さん。そんなこと言ってもよ、うちにそんな金あるんか。悟空さんが免許さ取るとき、いろいろぶっ壊しちまったから、その弁償で車買うための金がなくなっちまったんだべ。だから悟空さん、働いて車を買ってけれ。そっか。わりわり。だったらよ、機械のことだし、ブルマに相談してみっか。そりゃいいべ。ブルマさんならいい案を教えてくれるかもしんねえな。じゃあおら、ちょっとブルマんとこ行ってくっからな。頼んだべ、悟空さん。孫くん、どうしたの。あのさ、悪いんだけど、ちょっと相談に乗ってくれねえかな。あら、いいわよ。相談って何。ほら、父に言われて車の免許を取ったんだけどさ、今度は父のやつ車欲しがってんだ。なんとかなんねえかな、車。へえ、孫くんが免許をね。まあ車くらいならなんとかならなくもないわよ。本当か。でも孫くんの運転って乱暴そうだし、普通の車じゃすぐに壊しちゃいそうよね。もし孫くんが材料を集めて持ってきてくれるなら、私がとびきり頑丈な車を作ってあげるけど。材料って何集めてくればいいんだ。そうね、必要なものはリストアップしてあげるわ。それを見たらわかるから。あとついでだから、作った車のメンテナンスや改造も私がやってあげるわ。そっか、悪いなブルマ。いいわよ、これくらい。父さんによろしくね。